せいかな、パッツンだからか幼く見える気がした。うん、あ、二次受付もポチッとしてありがとうございます、嬉しい。そう、皆さんも知ってくれてるかな、今日から二次受付が始まりました、オンライン話し会の。そう、ピースちゃん、あ、そう、ピースが掘ってるの。そう、今日は二回でしてるからかなそう、二次受付がね始まったので、皆さんぜひよろしくお願いします。そう、すごい大切なね、このナンバトル2の投票権もついてくるので、皆さんぜひよろしくお願いします。そう、お話できたら嬉しいし、投票してもらえたら嬉しいし、嬉しい気持ちでいっぱいになるので、よろしくお願いします。お、今ポチしてるとこ、お、ちょうど、ほんとよかった。そう、もう結構ね、意外とすぐなので、明日そうまでなので、皆さんぜひお忘れないうちにポチリとしてもらえたら嬉しいです。ひなたのメルナイト、嬉しい、ありがとう。そう、感謝の気持ちを書きました。そう、モバメも投票権がついているので、ぜひレナのモバメ通ってない方は、そう、1月25日からね、そう、5通ほど送ろうと思っているので、毎日。そうなので、まだ撮ってないよって方はぜひモバメもポチリと、ポチって撮れるものなのかな、そう、撮ってもらえたら嬉しいです、お願いします。モバメ返信して、あ、そう、返信もね、そう、ちょっと時差はあるんですけど届いて、私も読んでいるので、そう、ぜひね、お返事もくれたら嬉しいです。お久しぶり、二重気付け申し込んで、ありがとう、嬉しい。いつの日かな、あ、下に紙置いてきちゃった、え、あ、ほ、あ、置いてきちゃった、こうで書いてる表、バカだ、バカじゃないよ、いや、バカなんだけどねそう、まずは、そう、最初の日をね、そう、あのアニマルデーを、めっちゃ吠えるやん今日アニマルデーをおすすめなので、ぜひ私のお話し会を悩んでたら、ぜひとも来てくれたら嬉しいです、どんどん忘れてた、フードかぶって、フードをちょっと待ってね、取るの、最近はフード系が好きですね、お家ゆったりしてて着心地がいい失格のチェイサーみたいどう、走れそう、ちょっと筋肉はあそこまでないんやけど雰囲気、ここがほら隠してたらどう、漆黒のチェイサーっぽい、忍者漆黒のレナだ、漆黒のレナタの完成その仲間入りできるかなうん、黒レナタでも意外とね、黒好きなんですよ私、黒コーデ、そう、黒が多めですよ。そう、あと今日は皆さんと一緒にナンバトルをね盛り上げたいし、こういっぱいね拡散もしてほしいので、ちょっとハッシュタグを作ろうと思ったんです、皆さんと一緒に、そう、なんか一体感出ていいなと思って、ハッシュタグとか、そうでね、この前案を出してもらったんですよ、一緒にトライとか、そう、今年のその前のナングラの時の目標で出したやつ、そう、トライっていうのをしたから、それを書いてくれたり、そう、
なので今日は一緒に決めたいなと思っています。お、意外とルナさんの黒好き、やった。でね、3つぐらい考えたの、みんなが言ってくれたのから。まずはね、そう、レナタンと夢叶えたいっていうやつ、ちょっとちゃんと今日は紙を持ってきたから書いてみたいと思います。久しぶりのマッキー、ちゃんと出てくれるかな。あ、出た出た。え、あ、かすんでるちょっと新しい子を開けたいと思います。今回のために。あ、ポチリ完了、ありがとう、嬉しい。いつかな、いつの日だろう、会えるの楽しみにしてます。あ、めっちゃ次細字になっちゃった、まあ、まあまあまあ、あ、めっちゃ細いこれ。あ、極細マッキーだって、そりゃ細いよね。ヘナタンと夢、いい案があったら全然言ってね。夢叶えたい、そう、皆さんとね一緒に夢を叶えたいので、その気持ちを込めて夢叶えたいにしました。にっ、え、前日撮ってくれたの、ありがとう。じゃあいろんなレナに会えるの楽しみにしててください。レナも毎回会えるの楽しみにしてますそれでしょって聞ける。あ、でもね、トライっていうのもねいいなと思ってね。そうだから、そう、レナタンと選抜にトライっていうのもいいなと思って、アンツー、レナさんと選抜にトライ、なんかこう選抜って入ってる方が現実味湧くかなっていうと思う。あるよ目標がこうボンって書かれてて分かりやすいかなって。7書いて8、トライ。何グラで賞取ったから縁起がいいよね。いやね、いいよね、ちょうど入ってると。そう、うん、レナタンの笑顔満タンに清き一票。あ、なんかなんか選挙っぽくていいね。選挙の真面目になる、清き一票とか言ってみたいですねそう、あとはそう、笑顔満タンっていうのも入れようかなと思って、笑顔で選抜にトライっていうのもしたんです、考えてたんですけどね、みんなの言ってくれたの組み合わせて。でもなんかその名前が入ってる方が分かりやすいのかなっていうのもあって、これは悩み中そう、なんか笑顔で選抜にトライよりレナタンと選抜にトライの方が、そのなんていうの、パッと見たタグで誰かわかるのかなっていう、そう、あるね。あ、間違えて普通の笑顔って書いてた。あ、あ、キエンダーライト持って帰ってこないと。お、おとといの夜か、あ、ねえ、言ってくれて嬉しかった。そう、嬉しいですね、撮ってくれる方が増えるのは。ごめん、キュッキュなっちゃった、マッキー書いてるの。苦手な人いるよね、 きっとマッキーの音。私はね、黒板とか、あと一番苦手なのは小学校の給食の棒をこうやってキキッてしてくるのがすごい苦手です。やめてってゾワゾワしちゃう。風船のキュッキュは意外といけるんですけど、そう、そのお盆系が苦手でしたね。そう、
みんな苦手？あ、本当？じゃあできる人すごくないですか、あれを。なんかハハハって笑ってやってる人すごい。平気なのかな。想像したら鳥肌立って立つよね。わかります。ちょっとこれは見せたけど書いてみたよ。レナタンと夢叶えたい。レナタンと選抜にトライ。笑顔で選抜にトライ。選抜にトライね、まあ、いいなって思いました。入れるのは。でも夢叶えたいも好き。何がいいかな。地域全然マキーがね思ったより細くてちょっと大きく書くのが難しかった。レナタンがあった方がいいな。確かに。じゃあレナタンと夢叶えたいか、レナタンと選抜にトライか、あと何かあるかな。 NG ワードとかあるの、ハッシュタグに。そうなの、難しい難しいね。な、何が NG だったんだろう、ね。どう、他に候補はありますか。ちょっとこれでよかったらこの子たちを投票しようかなって思います。どうだろう、他にいい案あるかな、ありますか、ありますか。あ、総選挙がダメなんだ。そうなんですね。一応総選挙っぽいけど総選挙じゃないから。マッキー太いなぎたい。欲しい。そう、普通の時はこのマッキーが一番書きやすいんですけど、大きいのに書くにはちょっと難しかった。そう、じゃあ大丈夫そうかな。じゃあこれを1と2で投票してもいい。いいかな、大丈夫そう。じゃあこっちが1でこっちが2ね。じゃあ投票してみます。あれ、あったあった、よし、はい、開始。今がこの時計が9時23分ってことは2分早いから9時21分ぐらいってことだと思うんですけど、この時計が25分ぐらいになったら止めるね。ってことは25、皆さんの時計は23分ぐらいかなになったら投票終わりたいと思います。これ早く時計直さないと。よし、お、投票した、ありがとう。あ、今21分なの？あ、じゃ3分もずれてるんだ。難しい。お、コメントでは2が多い気がする。どっちだろうね。ずっと昔から時計おかしい。そう、なんかうちの時計おかしいんですよ。なんかね、すぐにずれちゃう。もう大丈夫そう。あ、24分、何秒なんだろう、これちょっと秒数わかんなくて。よし、あ、めっちゃ可愛いのタンが選抜入ってほしい、ありがとう、嬉しいです、言ってもらえて。可愛くなれるように頑張ります。あ、時空が歪んでるのかな。そんなことある、うちだけ。家はまっすぐだよ。床はまっすぐしてるんだけどな。そう、あ、20、あ、なった。じゃあ投票終わりたいと思います。はい、では、あ、1の方が多かった。そうなんだ。え、すごい、本当に時差で51% と 49% で1が多かった。コメントでは2だったけど、すごい、本当に僅差ですね。ということで、じゃあ1が
多かったので、このレナタンと夢叶えたいにしたいと思います。いいね、なんか夢叶えたいって可愛いし好き。よし、ではじゃあ大きく書いてみます、この細いペンで。よし、あ、2に投票したけど1もいいね。あ、そう言ってもらえてよかった。で、耳を塞いでて、もう書き終わったんだけど、ごめんね。はい、できました。来た、レナタンと夢叶えたいです。今日から皆さんは、今日から皆さんはレナタンと夢叶えたいの一員なので、よろしくお願いします。私と一緒に夢を叶えましょう。お願いします。はい、では起きます。レナタンと夢叶えたいつけてツイートする。ありがとう。皆さんもぜひいろんなところにこれをつけて拡散してほしいです。いろんなところに私を紹介してください。お願いします。そう、そして気になってくれる、投票してくれる方が増えたら嬉しいです。入隊、そう、もう皆さんは決定で入隊です。入隊したのでよろしくお願いします。見守りたいから夢叶えたいになります。あ、全然掛け持ちでも大丈夫ですよ。画像たくさんある。嬉しい、ありがとう。あ、もうツイートしてくれたの、ありがとう。いろんな人に知ってもらいたい、知ってもらいたいです。タイっていろいろつけますね。レナタン隊長、隊長になりました。隊員がめっちゃいてる説。皆さん今来てくれてた皆さんがなってくれたら、もう1033人が隊員になってくれました。パーカーの猫見せて、パーカーの猫、あ、ボッサボサになってた。猫ちゃん、猫パンチしてるのかな。猫ちゃん、ベリー副隊長はどこですか？ベリー副隊長は多分ね、ご飯を食べてスヤスヤ眠りについていると思います。よいしょ。お、では皆さんとタグも考えてて、ちょっと一安心。寂しげないね、なんでちょっと吠えてるのね。そう、甘えたなんです。TikTok のパーカーもいいね。今日あげたやつかな。そう、今日ね、さっき TikTok あげたんで、よかったら皆さん見てください。そう、昨日はインスタあげて、今日は TikTok をあげました。ちょっと初めて自分の声を載せてみたので、ちょっと恥ずかしかった。そう、ちょっと恥ずかしかったけど頑張って、しかもめっちゃね、撮るのが難しかったんですよ、自分の声を。あの、チャチャラチャ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 ラってリズムがあるんですけど、それが撮るときは無音になるんですよ。だからもうリズムを脳で考えながらセリフも言わないといけなくて、ちょっと難し、かなり難しかったんですけど、頑張って言ってみたので、よかったら見て、コメントいいねもしてくれたら嬉しいです。お願いします。犬ちゃん吠えて、ね、あ、猫来てるから焼きもち焼いてんのかな、ちょっと隠しとこう。
やっぱりレナさんの声とか。そうなんですよ、実はレナの声でした。撮影風景も見てみたい。いつもこうやってね撮ってるよ、こういう感じで。ぜひね、そうなんか動画もいろいろ投稿したいなと思って、なのでTikTok とかでもぜひなんかこれしてほしいっていうのあったら全然言ってください。全然 NMB の曲とかの振りもありだし、 NMB 以外でもありだし、 TikTok 以外でもぜひねこういうのをなんかしてほしいっていうのあったら言ってくれたら、叶えれることは叶えたいと思うので、ぜひ言ってください、お願いします。ルナタンの声クイズあれば正解する自信しかない。すごい、すごい、わかるかな。ルナタンの目覚まし時計欲しい。あ、いいよね、なんか設定でさおはようみたいな言えるのあるじゃないですか。アップルだけわかんない。そういいよね、目覚まし時計ルナもなんかしてみたいって思ってた。いいね、書いとこう、目覚まし。なんかルナはいつも10時になったらね眠れって言われるんですよ、呪術廻戦の犬巻くんに。なんかそんな感じで皆さんが寝る時間帯になったらつけれるような、なんかお休みみたいなのもあったらいいよね。あ、でもお休みボイスってありましたよね、グッズで。なんかこれ自分でしちゃったらダメなのかな。どうなんだろう、なんかお休みもあったら私は嬉しいな。眠れでいい。眠れ。ツイッターのリプ返、あ、確かにツイッター最近あんまりリプ返してないかもしれない。いいね、なんかそうやってお話できたらいいよね。ルナタンがアカペラでヤサキス歌ってくれたのめっちゃ嬉しかったです。あー、前のかな、嬉しい、そう言ってもらえて。またねカラオケもしたい。呪術廻戦映画見てないんですよね。声が聞きたいから二度寝三度寝した人ダメですよ、起きてください。ルナタンの休みボイスがなかなか出なかった。あー、そこお休みと言いつつレナタン夜更かし、そう意外とね夜更かししちゃいますね。長いこと止めなければブチ切れる目覚ましだ。いいね、なんかどんどんさこう大きくなっていくのとかいいよね。理想の推しだけ理想の娘でもなる。ある、本当。面白い、いいね。ちょっとちゃんとメモしたからまたしますね。そう、考えることといえば何グラム考えたいんだった、忘れてた。そう、何グラムの締め切りが27よ、27かな、当てる。そうで、そう何グラをね皆さんと考えたかったんですよ。そうだ、思い出したぞ。そう、何グラ、今回がステージがこう幕が開いて、そう開いたらねファンの皆さん、お客さんがびっくりしてて、そう、その理由はみたいな、そうテーマなんですよ今回は。あ、24だ、7じゃなかった、ごめんなさい、ありがとうございます。そう、1月24の11時23時23時59分まで。そう、あ、すごい詳しく書いてくれてありがとうございます。新公演の幕が開けた、お客さんがびっくりしてた、その理由はって、びちょびちょならみたい。あ、そう、面白かった、びちょびちょ、しおりさんの回答ですよね。そう、びちょびちょだ、メンバーがびちょびちょだったとか、あとなんだっけ普通に新喜劇が始まったとか、そう、そういうのがあった気がします。
私びっくりって言ったら、あの昔知ってるかな、もう昔モーニング娘さんがあったあの寝起きのステージっていうのがあったんですよ。こうなんかね、部屋がこうやって開いて、そしたらもうお客さんが応援してて、もうみんな寝起きでもうすっぴんで、もうすぐに踊り出す子もいれば、コンタクトをつけているメンバーさんもいたり、そうドッキリになって、そうあれがもし自分が怒ったらもうやばいなって、そうドッキリするなって思ったのそれなんですけど、お客さん側がびっくりするってなったらまた違うのかなって思ったり、そうそうなんです、なんだったらびっくりするかな。メンバー全員ブリッジしながらめっちゃ客席見てる、それは怖い、確かにびっくりするね。ああとあれよね、なんかメンバーのお母さんたちがステージにいたみたいのもあった気がする。そうあとはいつもレナがやっちゃったらどうしようって、そうびっくりするのは、あの研究生公演の時に僕以外の誰かから始まるんですね。そうでみんなこうやって上向きでね、こうやって寝てるんですよ。そうそれでおばちゃが流れるんですけど、あの緊張しすぎた時ってすごく眠くなるじゃないですか。そうそれでとか逆にこのままあのおばちゃになる前とかこうやって寝て待ってるんですけど、こう無音の時間で、あの寝落ちしちゃったらどうしようってそうよく思っていました。それが怖くてドキドキしてた。そうファンの皆さんもさ、僕以外の誰かのさイントロ始まってみんな起き上がってくるはずなのに起き上がらなくて、えどうしたどうしたってなったらさ、みんな寝落ちしてたらびっくりしない？全員が寝落ちしてたっていうの。そうとこっちもあの目が覚めた時の恐怖感もやばいし、ファンの皆さんもびっくりするかなって、あなんか髪の毛がすごい怖い。そうびっくりするなっていう話。そうあれ足痛くないって思ってた。足はあんま痛くないんですけど、あの乾燥終わり D メロっていうのかな、そうその時にこうやってね寝ていく時にあの膝を打っちゃった時、まだ慣れてなくて膝を打っちゃった時はあ痛いたまになります。そう全員寝持ちは可愛い。でもまあレアな思い出の公演にはなりますよね。それびっくり、あ本当？みんな疲れてんだな。そうなんですよ。それがちょっとびっくりするかな。あるじゃない？それもちょっとそれも案に入れとこう。なんか皆さんは何があったらびっくりしますか？メンバーが。不毛で転がったままね、起き上がれないでもそのまま寝ちゃうってことね。それは怖いな、反省会が怖いですね、そのことになっちゃった。メンバー全員がサダコエア、確かに髪長いメンバーだったらねやろうと思えばできますよね。そう誰が誰だか分かんない。寝落ちで反省会が調べ、どうなるんですかね、みんなが寝落ちしちゃったらどうなるんだろう。幕閉まるのかな。ステージ上の人数が多すぎて彼と同時に何人か落ち、それは怖い。それはびっくりしますね。多すぎっていうのもびっくりやけど、みんな落ちてきたらびっくりしちゃう。書いとこ、して落ちる、お客さんも寝て、もうお客さんも寝ててメンバーも寝てたらもうそれはただのお昼寝、お昼寝幼稚園になっちゃう。面白いけどね、全員寝てたら。反省会寝るな。確かにもうそれしか言いようないですよね。起こしてくれるのかな。もし寝ちゃってたら、
幕開いていけない幕閉まるわ。ほら確かに。レナタン冠公園昼寝、昼寝ね、面白そう最初は面白いけどやっぱ起きたいってなりますね。めっちゃ吠えてる。メンバーみんな金子さんということ？メンバーみんな髪の毛ないってこと？どういうこと？仮面をしてるってことかな？メンバーみんな幕開いて髪の毛なかったら確かにそれびっくりしますね。そう、髪の毛どこ行ったって。よく見たら全員メッセンジャーか。それは面白い。もうちいさんに特訓してもらわないと、そんな公演が始まっちゃったら。金子さんって少し髪の毛入ってるね。え？さ、確かにちょっと産毛っぽいの入ってるのかな。しっかり頭見たことない。幕が開いたメンバー一人もいない。それはもうシュールで怖いですね。どこ行ったってびっくりするかも確かに。すごいいっぱい編んでてきましたね。嬉しい。今度よく見せてもらう。今度しっかり見ます全員阪神タイガースの選手。それはもうなんかもう力圧がすごそうですねみんな全身タイツ。あ、ね、青いの、あ、全員漆黒の小さくて出てみたびっくりしそう。喉から出てきた。いい感じですね。全部今書いたこと見たらもうすごいシュールですよ自分客席いなくてこっち側にいてもびっくりしそうなことでいっぱい。ケータリング食べながら出てくる、それはやばいそう、ケータリング食べてたらメイクの途中で出てくるとか。でもメイクが4番目の時とかはたまに不安になります。あ、やばい、もうあと5分しかない、メイク間に合わなくて途中で出ちゃったらどうしよう、そう思います。タープ、客席からでもカオス公演で、ね、どっちから見てもカオス。漆黒の小さい、あ、ミレイさんが知ったのね、なるほど。影響ショックなことがあって落ち込んでたから配信嬉しい、ありがとう。ショックなのに来てくれてありがとう。大丈夫？みんなね、生きてたら悲しいこととかショックなこととか不安になることとかいっぱいあると思うんです。でもこうやって私で癒してもらえたら嬉しいなって思います、うん、みんなを癒せれるような存在になれたらいいなって思います、うん、メンバーみんな一度はそんな夢見てと。え、見ます、見ます。そう、あのとかよく立ち位置忘れる夢とか、あれ次どこだっけってなってもう棒立ちになってるんです。考えただけで恐ろしい。そう、あれ次どこだっけ、どこだっけってなって、そう、みんなはもう動き出しててどうしようってなる夢とか、そう見ますよ。恐ろしいったらありゃしない、うん、ルナタン今でも癒し系やと思う。ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえて。最近のレナさんの夢が気になる。そう、最近何見てるかな、いろんな夢を見ます。そうでね、最近そうちっちゃい子に戻る夢見たんですよ。
ちっちゃい子に。そう、自分がなんかめっちゃちっちゃくなって、そうで夢占いをしたら、そういうなんていうの、子供時代に戻ってる夢は現実逃避をしたい時に見るんだってそうで、え、現実逃避したかったのかなって、そう幼稚園に戻りたいね、思う時あるよね。そう、現実逃避したい時に見るんだって。そう、びっくりした。そんな現実逃避したいんかなと思うけどそう、大丈夫かなね、大丈夫かなあなた、毎日癒してくれてありがとうね。こちらこそありがとう。現実逃避かってきてる。そう、前はしょっちゅう、そうなん、うちも過去に戻りたいっけ。え、でも思いますよね。そう、みんな生きてたらきっと過去に戻りたいことある気がする。そう、未来に行きたいか過去に行きたいかみたいな、よく聞くあるじゃないですか、質問。私は絶対過去に行きたい。そう、なんか未来を知っちゃった、あ、でも未来を知っちゃったらそれを直そうと頑張れるっていうのもあるのか。あ、難しいね。そう考えると未来に向きたくなっちゃったそう、でも過去に行って、そう、いっぱいやり直してみたいですね、失敗をそう、今の知識を持ったまま過去に行きたい。え、そう、そうなんです、全く一緒。そう、今の知識もう全部持ったまま過去に行きたい。そう、そうなんですよ、一緒。もう NMB に入ったところから、そう、あ、でもやり直したら皆さんが見つけてくれなくなっちゃうかも、レナのこと。それは嫌だな。皆さんは過去に戻っても未来で私のとこに来てくださいねそう、そう、でもそう、過去を変えたいって思うところはね、未来で変えれるようにこれから頑張っていこうと思います未来のレナタン見てくる、本当輝いているように頑張るね見つけるよ、ありがとう。絶対おしめ嬉しい、優しい。みんな名言来た、その名言言ったかな でも見つけてもらえるように頑張ります。過去変わったら消えてる人、そう、そうなんですよね。過去変えてたら未来も変わっちゃうから、それはそれでちょっと悲しいな。そう、難しいね。そう、うん、お、今日は現場でめっちゃ褒められた。おお、なんか褒められたり、こう嬉しいことがあると幸せな気持ちになりますよね。そう、お、選抜に入った、未来が見える。嬉しい。皆さんその未来を見て、未来が見えたらきっと入ってるはず。ドラマのようだね。ドラマとかね、過去に行ったり未来に行ったりよくあるよね。そう。そう、タイムマシーンとか欲しいです。私も机開けたら出てくるようになりたい、うん、うん、もう50分。あ、違う、この時計はずれてるんだったうちは軸が歪んでるから違うんだった。そう、もうちょいにしたらランキングを読みますね。そう、未来が身に染める、あ、いいよね、あの曲。私も好き、ビーツの時してたの。そうだ、カラオケ配信をね、したいと思ったから、その時のために好きだった曲を思い出そういい曲だって思った曲を思い出しとこう。二度は懐かしいね。好きな曲いっぱいあったな。そう、ね、懐かしいですね。でだったら、らしくないのイメージ。あ、
ね、ライブとか、あとカムリでもねセンターをさせてもらえて、そう、好きに、可愛くて、衣装も好きやし、曲調も好きだし、すごく嬉しいです。そう、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。では13位、ポテト L サイズさん、ありがとうございます。面白い、そういや L サイズなくなったんですよね。 S になったって聞いたよ。12位、ロールさん、ありがとうございます。11位、トメパーさん、ありがとうございます。10位、ひとやさん、ありがとうございます。9位ゆきひらさん、ありがとうございます。8位マサージさん、ありがとうございます。7位ヤン008さん、ありがとうございます。6位コッシーさん、ありがとうございます。5位ニャンズさん、ありがとうございます。4位ベリマイさん、ありがとうございます。3位アンケンさん、ありがとうございます。2位柳さん、ありがとうございます。そして今回の1位はタラーンタン、ガンバレットさんです。ありがとうございます。パチ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 。ではお名前を書きたいと思います。ガンバ、あ、さあ、よし、はい、ありがとうございます。イエイ。あ、皆さんもパチパチありがとうございます。コメント読んでくれてありがとう。こちらこそコメントしてくれてありがとう。あ、今50分だったの？本当？間に合ってよかった。キャンディー歌って、あ、キャンディーも可愛いよね、好き。いいね、書いとこう。そう、すぐ忘れちゃうから。冬やし、冬っぽい歌もいいよね。あ、こちらありがとうございます。オンライン個別お話し会二次受付が1月21日明日のねお昼の12時までなので、皆さんぜひよろしくお願いします。今日の配信を見てね、これちょっとでも、これちょっとでも気になった方がそういたらね、ぜひぜひポチッとして会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい、会いたいって言ってくれて。ね、満タン計画、そう、まずはね満タン計画を達成して夢を叶えたいので、皆さんぜひ会いに来てください。お願いします。そう、上から順にねこう完売してって、部数もそう満タンしてって、部数もがね増えたらすごく嬉しいし、そう、部数が増えたらその分いっぱい皆さんとお話できるので、そう、ぜひぜひ会いに来てください。待ってます。カップリングウィズのイメージ、あ、ね、カップリングウィズも好き。初めてやったユニットやしね、いいよね。そう、お話ししたい、お、嬉しい、お話ししたいに皆さん入ってください。築城タイム、何がいいか、じゃあ猫着てるから猫ポーズ、にゃん。あ、そう、ストーリーに書いたんですけどね、そう、アニマルデーをするんですけど、そう、トラはしたいなって思ってるんですけど、そう、あの、ぜひね好きな動物とかいたら教えてくれたら嬉しいです。あ、モバメ来た、本当？おお、ちょうど嬉しい。モバメもぜひ登録して読んでくれたら嬉しいです。ニコ。マ
変えてもストレートも可愛い。お、やった。ヤギ、ヤギってむずくない？なんだろう、白い服とかかな。白いモコモコ系。いや、ヤギって黄ばんでる黄ばんでるじゃない、そんなこと言ったらかわいそうね。茶色系か白か。え、羊が白？むずいね。でもあるよそうか、黒ヤギさんも、あ、本当だ、白ヤギさんと黒ヤギさんもいるよね、確かに。3月27日10位以内にお金も取れないなってほしいね。え、なってほしい、本当に。皆さん力を貸してください、お願いします。レナタンはヤギ座だけに詐欺。ヤギ、そう、ヤギ座だから。ユニコーン、そう、ユニコーンも好き、可愛いよね。うーん、青ヤギさんも雨降らないかなあ、ごめん、聞きなっちゃった、うん、野球ポーズ。京都で嬉し涙を流したい、本当に。そう、嬉し涙で終わりたいですね、笑顔で終わりたい、本当に。そう、そう、やっぱね、嬉しく終わりたいですね、はい、最後に。そう、お、時間ありがとうございます。毎日モバメ楽しみ、ありがとう。かわいい、しきめろしきめろでは、そろそろ終わりたいと思います。お、吠えてる吠えてる皆さん、今日も見に来てくれてありがとうございました。またね、配信もするので、ぜひ見に来てください、よろしくお願いします。受付は皆さん明日までですよ、二次受付は。そうなので、ぜひ忘れないようにポチッとよろしくお願いします。ありがとうございました。3、2、1、バイバーイ。